ってんのこれ。何これ。挨拶。すいません、ちょっとワイヤレスのチェックをします。8年間お疲れさよなら、小池さん、さよなら、お疲れ様、お疲れ様。皆さん、落ち着いてください、落ち着いてください、すいません。でこちらは、はい、皆さんお待たせをいたしました。今の記章が届きましたので今から喋れます。今蓮舫さんが到着しました。よし、どうぞ。さあ、いよいよ一世一代の大勝負が始まります。皆さん七夕までよろしくお願いをいたします。今日は大変濃いメンバーで応援演説、そして第一声蓮舫さんからです。まず蓮舫さんからお願いします。東京都知事候補の蓮舫です。私が生まれ育ったこの東京、至る所に思い出があります。たくさんの思い出があります。思い出もあります。この東京で私は現職に戦いを挑みます。チャレンジャーです。挑戦者です。なぜ挑戦するのか。この東京は一見華やかに見えます。でもものすごい速度で格差が広がっている。暮らしにくさも広がっている。東京は家賃も高い、光熱水費も高い、あるいは食料費も交通費も高い。そこに今の物価高です。じゃあ政治は何をしてくれているのか。皆さんの暮らしよりも裏金だ。こんな政治の劣化が皆さんの暮らしに届いていないのであれば、私がリーダーとなって東京都の皆さん、あなたのために東京を変えたいと思います。どうかお支えいただきたいと思います。何をやるのか。大きく2つの柱です。1つは徹底して若い人たちを私は支えたい。若い人たちの負担と不安を取り除きたい。もう一つは本物の行政改革をぜひ私に担わせていただきたいと思っております。 0.99 です。少子化が止まらない。1400万人も暮らす日本の人口の1割以上暮らすこの東京で、なぜ赤ちゃんが生まれなくなったのか。それはいろんなメニューを今の知事が用意をしていることを私は評価をする。いろいろなメニューを選べるようになった。子供を産むという選択をするときにそれはありがたい。でもなぜ届かないのか、なぜ伝わらないのか。それは結婚をしない若い人たちが増えているからだと私は思います。この50年間結婚するカップルが半分になりました。自ら選んで非婚ならばまだしも、選択できないで踏み切れない若い人たちがいるのであれば、その負担と不安を
り除くのが都知事の仕事だと私はお約束をしたいと思っております。子供を育てて子供を社会に出るときに、ずいぶん長いことこの国は親が面倒を見る、家族が支える、自助だという考え方が当たり前でした。でも今や大学を出て2人に1人が310万円という平均額の奨学金を背負います。不安定雇用になったら、安定雇用になれなくて借金を抱えて、これから先の自分の暮らしがわからないという、そういう若者が増えているから、私はまずは安定雇用を作る、奨学金の負担を減らす、この2つを東京都が率先して行うことこそが優先順位が高いと考えています。東京都の後継約を変えましょうよ。皆さんが納めてくれた税金で契約をする、発注をする、仕事を渡す、その時の相手の企業には雇っている方の環境待遇改善、賃金の引き上げ、これを約束していただければ、そうしたら東京都から確実に私は賃金を上げていくことができると確信をしています。教育、保育、医療、介護、今最も大変な現場です。離職率も高い、でも誰もが求めているこの公共サービスだからこそ、私は手厚くしたい。じゃあここで働いていただく保育の現場、教育の現場、介護の現場、医療の現場、子どもたちの育ち、皆様方の命、シニアの安心安全を守ってくれる若い人たちには奨学金の負担を東京都がその返済の支援を行ったらいかがでしょうか。負担がなくなれば、そして環境、労働環境を変えれば働き続けることができる、自由に使えるお金が増える、それは長い目で見て若い人たちが何かを諦めないで済む、自分で自分の人生を選択することができる、それこそが東京都が国よりも率先して行えることだと私は確信をしています。今生まれた赤ちゃん、今育っていく子どもも10年後数年後には社会に出るでしょう。その時にメニューだけの補助金ではなくて、その時に明らかに不安と負担がない若者が暮らしやすい東京都を今から作れば、これからの子どもたちのためにもいい長い意味で少子化対策になる、アプローチを変えることこそ私が始めたい、私しかできないことだとお約束をさせていただきます。行革もやらせてください。得意分野です。一般会計 8.5 兆、特別会計合わせて 16.6 兆、1年間去年は税収が1800億円伸びました。豊かな町ですよ、豊かな都市ですよ。でもそれは正しく使われているか、政官業の癒着はないだろうか。私はここをまず全部見えるか、都の財政のガラス張りを実現したいと考えています。戦国さん、枝野さんについて、私が行政刷新担当大臣として国に導入したのが行政事業レビューシート。どの事業に誰がいくらどのように何に使われて、お金がどれぐらい余っているのか、そこに不明朗な会計はないのか、一目で分かるようにした、この東京版行政事業レビューシートを6000の全ての事業に入れれば、誰もがお金の使い方を見ることができる。不明朗な契約があったら正そうじゃないでしょうか。職
残りビジネスチャンスを生みましょうよ。そして果実財源が手に入れば、私は躊躇なく子供と若者のために使っていく都知事になるとお約束をさせていただきます。あなたと次の東京へ、農家チャレンジャー蓮舫、七夕までに走り続けます、訴え続けます、思いを届けます。どうか私を都知事に選んでいただきたいということを強くお願いを申し上げ、蓮舫からのお伝えに返させていただきます。どうかどうかよろしくお願いします。ありがとうございました。皆さん、第一声です。七夕まで駆け抜けていきましょう。よろしくお願いします。そして蓮舫さんはですね、本当にチームを作るのがうまいんですね。政策といえば政策通の人がさっと集まるチーム蓮舫、そして広報、デザイナー、優秀なコピーライターさっと集まるチーム蓮舫、そして SNSさーっと優秀な人が集まってチーム蓮舫を作る。一人で都庁に乗り込むんじゃありませんよ皆さん。チーム蓮舫でボトムアップの政治を実現する。ぜひこのチーム蓮舫を応援お願いします。まあ、向こうは後ろに自民党が萩生田都連会長がおられるようです。我々は市民の皆さんと一体となって都知事になったらば円卓会議を作るとおっしゃっておられます。有識者、専門家、市民の皆さんが入って利権の都政にさせてはいけません。皆さん、もう一つは利権かクリーンか、この戦いでもあるんです皆さん。それでは辻元さんから応援の弁、本当に温かい親友なんですね。羨ましいですね。はい、それでは辻元さんから皆さんに蓮舫さん応援の弁を申し上げます。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。蓮舫の友人であり戦う仲間を20年以上続けてまいりました辻元清美です。皆さんまず聞いてほしいのが、蓮舫は昨日泣きました。私たち参議院の議員総会最後の参議院の日になりました。蓮舫はみんなになぜ立候補決意したのか、その思いを語って涙を流したんです。その涙は私はとても美しいと思いました。20年間国会議員として力を尽くしてきた、この力を今度は自分の生まれ育った東京のために使いたい。だから私は立ち止まるわけにはいかない、次のステージにみんな送り出してほしいと言って泣いたんです。どうぞ皆さん蓮舫の思いを受け止めていただいて、あなたと次の東京へ蓮舫と一緒に戦ってください。お願いをいたします。あのね、
まあ、争点いくつかあると思いますけれども、一つはやっぱり少子化 0.99 ショックですね。なんでこの大金持ちの東京で日本一子供が生まれないんですか。それは東京都の子供たちや若者の支援が失敗してきたからじゃないでしょうか。いかがでしょうか。というのはね、いろんなですね、まあ、子供さんやそれから所得制限なしの授業料無償化も含めましてね、実はこれ民主党政権が全部やってきたことなんです。これの後追いで東京都も政府もやっております。しかし遅かったと思うんです。今言われているのは、先ほど蓮舫さんがあったように、これからの未来がある若者たちをどれだけ大きな大都市で応援していけるのか。若者たちが働き、そして子供を産みたい人は産んで、いや産みたくない人は産まなくていい、それぞれ多様な生き方を最大限保障できる東京にしていこうじゃないですか。皆さんいかがでしょうか。で、蓮舫さんにお願いしたいのはね、この東京というのは一人で生きていくのはえらい冷たいんですよ。私も一人なんですよ。それでね、いつかはね、みんな例えば結婚してても一人になるじゃないですか。東京を一人になっても取り残されない、一人になっても自分らしく生きられる、そんな東京にしてほしいと思うので、ぜひよろしくお願いいたします。もう一つの争点は都市の開発のあり方だと思いますよ。やっぱりね、明治神宮外苑の森、あそこなんでですね、40何階建てのビルとか皆さんいりますか。もういっぱいあるんですよ。それもどうもですね、私はどうも利権が怪しいと思うんですね。オリンピックの頃からですね、まあ、森元総理の声、いろんな名前も出てきてますよ。それで清和会が牛耳ってるんじゃないかとかね、元文科大臣関係者がですね、このオリンピックと開発をいろんな裏でですね、ごちゃごちゃやってきたんじゃないかという話は聞こえてくるんです。そんなやり方で都市開発や税金が使われてたら、これはですね、都民として皆さん許せないんじゃないでしょうか。いかがでしょうか。ですから、この神宮外苑の森の話は緑を守る話だけではございません。果たしてこの開発、東京の莫大な開発、どんな仕組みで誰がどう意思決定をして、そして莫大な都民の皆さんの税金を使っているのか、これをすべてガラス張りに蓮舫さんにしてほしいと思うんですが、いかがでしょうか。私ね、桑田佳祐大好きなんですよ。桑田さんが神宮のね、森の話だと思うんですよ。誰かが嘆いていた、美しい森が消えるのを、地球が病んで未来を憂う時代に身近な場所で何が起こってるんだ。いつもいつも思っていた、知らないうちに決まってる、歌作ってはるんですよ。ですからね、私はガラス張りの東京に蓮舫してほしいと思うんです。そして最後にもう一つ、政治手腕とか政治姿勢、誰に応援されてるかによってその人の政策が大きく変わってまいります。なぜですね、自民党はなんか知らんけど小池さん応援されるらしいでしょ。私たちのように堂々と萩生田さんも小池さんの横に立って応援演説したらどうですか。いかがでしょうか。やましいことがあるからこのように立って応援できないんじゃないですか。私たちは堂々と蓮舫を応援しますよ。そして市民の皆さん応援してください。今 YouTube の中では萩生田百合子というですね、なんかですね、こうハッシュタグがたくさん見られるんですよ。みんな見抜いてるじゃないですか。裏金をもらって、そしてさらには利権と絡みの企業団体献金をもらって、そしてこれは東京の政治と国政は地続きです。ここは首都ですから。ですからそういうようななんか闇、これをですね、しっかりと今回の選挙で闇を打ち切る、根こそぎ断ち切る、そんな選挙に皆さんとしていきたいと思っております。まあ、泣いた蓮舫ですけれども、皆さんよろしくお願いしますね。
並々ならぬ決断でここに立ってるわけです。みんなの思いを背負って立ってるわけです。ですから、どうぞ皆さん最後まで蓮舫と一緒に走ってください。よろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。まあ、本当に温かい応援演説でございました。まあ、蓮舫さんもおっしゃっておられます。人生最大の決断をした。まあ、この心意気に我々は応えようじゃありませんか、皆さん。そして枝野さん、この前有楽町でやった時大雨だったんですね。ちょっと雨男とも言われてますが、今日は晴れました。晴れ男の枝野さんから、東京が変われば国が変わる、そして世界で日本の役割を果たすこともできる、非常に大きな岐路だという選挙でございます。それでは枝野さんから応援演説をお願いをいたします。蓮舫さん本人が話して、辻元さんが話して、すっごくやりにくい順番で話をすることになりましたが、蓮舫さんとは国会に来られて20年、特にこの15年余り足らずは、先ほどご紹介あった通り、一緒に事業仕分けの現場に立ちました。仙石さんの後を受けて私が、そしてその後蓮舫さんが行政刷新大臣を務めました。あの時大変なやりがいと一方で悔しさを感じました。あの悔しさが今こそ東京と日本の未来のために蓮舫さんは生かしてくれる、そう思って私はここに立っています。2位じゃダメなんですか。なぜ1位にならなきゃいけないのか、どうぞ説明してくださいと誘導尋問をしたのに、それに応えられなかったら批判をされた。それで悔しい思いを蓮舫さんしましたが、私たちが一番感じた悔しさはそういうところじゃありません。蓮舫さんも私たちも困っている人たち、苦しんでいる人たち、そうした人たちを現場で支えている人たち、そこに限られたお金の予算を回さなければならない。だから利権で中抜きしているこの構造を壊さなきゃならない。その思いで事業仕分けを、行政刷新を取り組みました。でも残念ながら自民党に政権が戻ってやってきたことは、行政改革の名のもとに現場で困っている人たちを支える、その金をカットしてきたんじゃないか。現場で苦しんでいる人たちに寄り添う、そういう人たちを減らし、非正規にし、追い込んできたんじゃないか。私たちが目指していた行政刷新とはまるで逆の方向に行ってしまっている、そのことに強い怒りとやるせなさと、そして申し訳ない思いを抱いてきました。特にこの首都東京は、私はお隣の埼玉です。埼玉も比較的全国47都道府県の中では恵まれてるけど、でもやっぱり東京は圧倒的に大きな財源を抱えている。やればできる、東京に暮らせば安心だ、こういう町にできるはずなのに、なぜ東京が一番出生率が低いのか、安心して一番子供を産むことができない、そんな町になっているからじゃないですか。中抜きしている利権の金をしっかりとあぶり出して、その金を子育てに、教育に、若者の支援にしっかり回していくことができれば、東京から出生率は必ず戻っていくと私は思う。
そして次世代が育つ、そんな地域と日本になれば、これから高齢者になっていく私たちも安心して暮らしていくことができる。日本一の街東京は日本一安心できる街になるはずだと私は思うんですけど、いかがでしょうか。そのためにはぶれずに、中抜きや利権の構造と戦ってきた、ぶれずに税金を食い物にしている構造を、本当に努力家蓮舫さん、自分で資料を集めて、自分で資料をチェックして、おかしいことをしっかりと見つけてきた、その蓮舫さんが都庁のど真ん中に座る、それで安心できる東京ができるんじゃないですか、皆さん。もう一点だけ、私の悔しさを今回蓮舫さんが晴らしてくれると思います。首長は、都知事は誰のリーダーなんですか。応援してくれた人のリーダーなんですか。東京都知事は全都民のリーダーです。内閣総理大臣は全国民のリーダーです。自分を応援しようがしばかろうが、トップに立ったら全ての都民を、全ての国民を包摂するのが私はリーダーだと思うんですが、いかがでしょうか。残念ながら、排除しますとしばっと言い募るような排除の論理で都政も動いてきていませんか。都議会一度見てください。野党の、我々の立憲民主党の仲間の質問にはまともに答えてないんですよ。敵と味方に分けて、敵のことは無視をする、これは私はリーダーではない。本当のリーダーは敵も味方もない選挙が終わって勝ったら全ての都民を包摂する、そんなリーダーこそが私は必要だと思うんですが、いかがでしょうか。今日も都議会や東京選出の議員だけではない、マイクを持たないのに、紹介すらされないのに、全国の立憲民主党の国会の仲間がその辺に山ほど蓮舫さんのスタートをみんなで応援しようと集まってくれています。チームを作り、仲間を大事にし、そんな歩みを進めてきたことは、こうした姿から私自身も改めて蓮舫さんという人を再認識しています。こんな仲間を大事にし、仲間から慕われる蓮舫さんだからこそ、厳しい状況にある都民の皆さんも、不安を抱えている都民の皆さんも、全ての都民の皆さんを包摂する本当のリーダーになってくれると私は思いますが、いかがでしょうか。相手は現職です。簡単な選挙ではありません。誰よりも蓮舫さんが知っています。一票一票の積み重ねがなければ、この巨大な現職という壁を打ち破ることはできません。お集まりいただいている皆さん、あなたの集める一票一票が都政を変える、次の東京を作る、あなたの力が必要です。あなたと次の東京へ、あなたと次の東京へ、作るのは蓮舫。ぜひ皆さんの力を、蓮舫のためではない、安心して暮らせる東京のために、あなたの力を蓮舫へと集めていただき、あなたと次の東京を一緒に作ってください。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。いや、どうもありがとうございました。第一声、これにて終了でございますが、実は国会ではですね、先ほど10時20分に立憲民主党が岸田内閣の不信任案を出しました。午後ですね、その審議が行われます。各与党は賛成の見込みだと思います。これ我々はですね、政治の体質を変えたいんです。
金の力で歪められる政治、これが目に余る。なんで金が集まるところに手厚い、金が集まらないところに薄い。だから東京だって東京ブラックホールということで、東京に出てきてもお子さんがなかなか産むことができない、結婚もままならない、非常にですねおかしな予算配分、政治の重点の置き方が間違ってると思ってるんです。東京をですねこの利権の街にしてはならない、この大きな文脈の中での戦いでもございます。神宮外苑についても森元総理この開発の関与や萩生田さんの関与、そういう文章もございます。まあ、こういうような中で私たちは決して負けるわけにはいかない。東京をぜひ蓮舫さんの突破力でよりよく変えていきたいと思います。今日は暑い中多くの皆さんに足を止めていただいて本当に本当にありがとうございます。七夕まで何卒よろしくお願いをいたします。どうもありがとうございました。